チャオあっちゃんです。まだお腹痛くなってません。はい今日は4月22日、金曜日、はい、あっちゃん、1回目賞味期限がたっぷり切れたじゃがりこ食べたけども全然大丈夫ですっていうかね、下の子ちゃんがお腹減ったばっかりで、ね、もう1個食べたいって言うからね、この前ねドンキホーテで見つけたドンキホーテとカルビーのコラボ味わいチーズ味、今日はね天気がいいから向こう側はね、西側やねんね、西日がすごい入ってきて、ブラインドつけてあるんだけど、ブラインドの隙間から、光が入ってこの辺光ってんのはい、ちょっと美白かなそのどうでもいいよね。はい、カルビーとドンキホーテコラボのポテトチップス味わいチーズ味厚切りっていうの、なんかねチーズトムとジェリーに、うわめっちゃ光ってるやん、ここダメやん、ちゅんけたら部屋が汚いのが映る。なんかね、トムとジェリーに出てきそうな。眩しい。なんか下の子が、今、あれ、ブラインドを逆向けて回したから、まあ、光がめっちゃ入ってきた。はい、こんな美味しそうなチーズが出てます。ね、なんか焼きチーズのイメージ、すごい美味しそうな感じなんで、食べてみたいと思います。味わいチーズ味厚切り。濃厚チーズの深い味わいが広がる味わいチーズ味、鉄板の上でとろーりとろけたようなチーズ味をお楽しみくださいって書いてあるけど、ね、この前でもねドンキでこれ見つけたから多分売ってると思うんだけどね、なんかドンキのコラボ商品ですやと思います。はい、他のお店で見たことないからねこれ、そうなんだねけどね、ドンキホーテの、チーズの香りがするけどほんのりチョコの香りがする。よくわかんないな。美味しそう。はい。あれ、ピントが合わへん。あれ、全然ピント合わへんよ。こんな感じです。はい、普通のポテチです。では食べてみたいと思います。あ、美味しい。チーズ濃厚で美味しいよ。よいまげて。あのね。チーズの香りと程よい塩味、ちょっと、濃いめの塩味、で、とろりとろけたチーズ、確かにチーズ焼いたらちょっと塩味強くなって、美味しくなるけどそんな感じ、確かにねポテチやからとろり感はないけどサクサクやけど味はとろりチーズみたいな味する。美味しい。これうまく買ってこよう。ドンキホーテのポテチです。はい、ドンキホーテね、隣の桜井市15キロぐらい離れたとこにメガドンキできたから、そこね時々行くんよ。あんまりねドンキホーテで何買うってことないから毎回変だけどね、時々行くからまた買ってこようかな、でここねいつも混むんよドンキホーテね。駐車場めちゃくちゃいっぱいおるから、もう通り過ぎすがりでまた駐車場いっぱいや、もういいかやめたみたいな感じで通り過ぎとってんけど、ここ最近2回ぐらい通ったけど2回ともねガラガラやったん駐車場、みんなもう飽きたんかな。奈良県の人結構ね新しい店できたらバーって行くけどすぐ飽きるんよね、まあ続いている方が飽きたのお買い物しやすいし、ドンキ結構レジ並ぶから並ぶの嫌です。はい、でねまた行きたいと思います。味わいチーズポテチの説明、ドンキの説明どうでもいいけどね、はい、今日のおやつはカルビーとドンキホーテのコラボの味わいチーズ味厚切りでした。はい、これめちゃくちゃ美味しい、点数は95点です。はい、めちゃくちゃ美味しかったです。また、
明日からまた同日で子供ちゃんがお休みなんでね、明日はできたらねピュアちゃん洗ってあげたいなと思うんだけどね、うん、で週末日曜日なんかまたお天気崩れるようなこと言ってたし、うん、だからまああのあれです、車もあることやしね、またどっか行きたいなとは思ってんねんけど、まあいろいろあっちゃんなりに楽しみたいと思います。はい、ではまたね、バイバイ。